こちら、いけにえネーム、みかんの食べ過ぎで手が黄色さんからいただきました。女性の方です。ありがとうございます。はい。小野坂さん、皆さん、こんにちは。こんにちは。男性に今までの経験人数を聞かれたら、何人と言っておいたらいいでしょうか？また、逆に男性が女性に同じことを聞かれた場合、真実を言うものなのでしょうか？小野坂さんは実体験人数より多く答えますか？もしそうだとしたら何のための見栄ですか？教えてください。あのね。あのね、はあ、言わないでしょ。どうすか？多くは言わない。あ、多くは言わない。多くは、なるほどなるほど。ちゃんときっちり言いますけど、うん、あの忘れてる女の子もいたりなんかして、大概が少なめに言っちゃいますよね。あ、そういうなんかもう本当にリアルな理由ですね。はい、うん、そうですね。だってあの子の一番最初に付き合ったのはあの子でしょ。はい、その次にあの子でしょ。東京来てからあの子と付き合って。うん、あの子行ってあの子だなみたいなことになってると間に抜けてるやついっぱいいるんですよね、後で考えたら。うん、でいつも寝る前にちょっとしょうもないことを考えるミラクル時間があるじゃないですか。ありますね、ありますね。あの時に思い起こすことがあるのね。そういえばちゃんとしとこう、ここでミラクル時間か。ミラクル時間ごめんなさい、そっちに引っかかった。そう呼ぼう、俺も今後そう思う。はい、その時に思っちゃうこともあるんですけど、はい、中井くんって、はい、こんなことでも人から聞かれることないでしょ。ないです、皆無ですね、全くない。女の子に気になって聞いたことってある？ないです。前どんな男と付き合ってたの？ないです。聞いたことない。終わるな、これ。うん、だってないもん。ないねや。なんか知りたいですかね。神だね。え、なんで？中井くん、なんで？神です。男はやっぱり、うん、かっちょ悪いなって心では思いながらも、うん、女の子の過去を知りたいって思うことがある。ああ、そうですかね。僕ね、逆に自分も言わないですけどね。ミステリアースミステリアースじゃなくて、ミステリアースじゃなくて、うん、でも聞かれたらどうするの？もしだよ、中井くんみたいな人間ばっかりじゃないじゃん、はい、すげえ俺みたいなやつもいたとして、はい、俺が女の子だとして、はい、まあ中井くんにやられた後に、やられた後言う、やられた後やめて、カズヤって、はい、私何人目なのって聞かれたらどうするの？一人って言いますよ、一人って言います。嘘やん。嘘ですそんな嘘は承知の上です。なんかそれはなんかこう礼儀はい。俺以外にそういうの嘘つかないんですよ、そういうとこでは。うん、後でバレるから。バレるからやん。でも中井くん、でもお前が初めてでって言った時にね、はい、その女ともし別れたとするじゃないですか、はい、そしたらその女って、はい、前の男って初めてチェリーボーイだったからさ、はい、エッチ下手だったのよねみたいなことを言いふらされるかもしれない、はい、嫌やん。そんなええんやないですか、別れたら。神やな。なんで、だって別れた人のこと僕自分で冷たいなっていう感じですけど、はいはい、関係なくなった人はもういいじゃないですか。うーんなんで男はそっちを引っ張るんですよ。で、女の子ってすぐ切るんですよ。そうなんですね。中井くんってやっぱり女性的考えかもね、そういうところが。ああ、そうなんですかね。うん。次に行ったらもう関係ないやんっていう、それ女性的考え方なんですよ。あんまりそんなに次に行こうっていうのもないですけど、でも、なんか、目の前の人が好きやって思ったら、うん、もう前の人はなんか、関係ないわ。関係ないわというか、そこはね、全力で向かわんとって思いますよね。神やな。神やな。神。はい。ということで、神やということが分かったことで、日本ですよ。